ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはガンバ大阪対川崎フロンターレのレビューになります。試合の感想と良かった選手、また次節について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ガンバサポのマッキーさん、はい、一応結果は0対2で敗戦となりましたけども、はい、まあ全体通してどうでしたか？いや苦しい、今日も無得点です、なかなかね。前節はパトリックの PK のみ、もうどう前を向いたらいいんでしょうか。まあ川崎はね、ここまでちょっとリーグ無敗ということで、そこに対して負けるっていうことはそこまでネガティブなことではないんですが、まあちょっと得点がないっていうのがね。そうなんですよね。まあ川崎相手にね、まあもちろんそれは勝ちたいですけど、やっぱどこまでできるのか、まあ、自分たちがね、まあ試合数も少なくて順位今下にいますけれども、まあ現在地がどこなのかっていうのを示してもらいたいみたいなことを今日実況の人とか解説の人とか言ってたけど、うん、まああまりにも力のなさを感じましたね、攻守において。まあなんというか試合運びもなんとなくまあ予想通りというか、そうですね、ちょっとそこをね覆すというか、まあまあまあそういう意味では今日はねフレッシュな顔ぶれというか、一味選手やったり奥野選手出て、まあいいプレー、いいシーンっていうのも、まあ、あったとは思うんですけれども、やっぱりチームとしての完成度みたいなところはかなり差を感じましたし、まあ実際ね今日の試合これで川崎に負けて、まあいよいよなんでしょう、まあ、現実的な目標みたいなところも変えていかないといけないんじゃないかなって個人的には思いましたね。なるほどね。まあ、コロナ期間があって優勝目標は変えないっていう話でしたけれども、ちょっとね試合数もでこれから連戦ってなってくるんでね、ちょっと厳しいですね。まあね、だから、まあ、選手が何でしょうね、こういうサッカーをしたいとか、こういう形で攻撃してゴールまで行きたいっていうイメージの共有が全員できてるのかどうかっていうのが感じますよね。うん、まあ僕たちはね信じることしかできないんですけど、まあ明るい兆しがないんで辛いっすね、ガンバ。まあね、まあトスサポーターはいいよ、トスは今年調子いいからないつからこんなガンバなってしまったんや、点が入らん。去年は別に得点少なくはないよ。まあそんなめちゃめちゃ多くはなかったけど、うん、多分何位だったかな、18チーム中多分7位8位ぐらいに多分得点数、うん、ぐらいで、失点は下から多分少なめみたいな感じで、特質プラス5とか言ってんけど、最終順位2位でか、2位でプラス5、そうだからトップ別めっちゃ点取ってたわけじゃないけど、まあ失点の少なさで持ちこたえてたっていうのはあったけど、まあまあ今年はそれ以上に得点が入らないんでね、まあそれは勝てないですよね。厳しい。今日の試合に関して言うと、はい、まあ、佐藤選手とか、はいはいはい、一味選手とか、はい、スタメンしましたけど、はい、まあ、結果的にちょっとね、うん、佐藤選手のサイドからまあ2点とも行かれたような形にはなりましたけど、そうですね、まあでもあれは佐藤選手を攻めるわけにはいかないですよね、急増でね、右サイドバック、うん、まあ選手目線から言うとね、やらされてるような形だと思うんで、うん、まあ、佐藤選手は攻めるわけにはいかないですけど、まあ逆にね、まあ三笘選手にあんだけぶち抜かれたのも、前半の失点の長谷川達也に行かれたのも、まあこれはねプロ1年目なんで、まだいい教訓にしてもらって、今後に佐藤選手には生かしてもらいたいなと思いますね。まあ、若い選手なんでね、全然、うん、なんか急成長したりみたいなこともありえるんで、そうですね、まあ、ぜひともこの王者川崎相手にやった経験を
これをバネにして成長してもらいたいですね。そうですね。轟では逆に完全にやり返すぐらいの気持ちで佐藤選手には今後頑張ってほしいなと思いますけど、だからそのね、2失点をどう止めるかよりもどう1点取るかっていうところが結局課題だと思うんで、うん、チャンスもね、まあなかったわけではないですけど、めちゃめちゃあったかって言われるとそうでもないんで、うん、まあそこじゃないですか、やっぱり。確かに。まあじゃあ苦しい内容でしたけど、良かった選手、はい、まあ黒川選手が良かったんじゃないですか。僕もね思いました。まあ、左サイドでね、まあ、結構孤立する場面もあったと思うんですけど、ドリブルでなんとか剥がそうとする姿勢とか、うん、まあ、あとはクロスパトリックにピンポイントでありましたね、クロスとかあったし、うん、まあ、違いは見せてたかなと思うんですけどね。よりね、サイドハーフの選手とコンビネーションとかできればね、うんうんうん、まあ、藤原みたいな感じでより生きてくるような印象はあるし、うん、結構スピードあるよな。スピードあるな。うん。まあ縦にね、どんどん仕掛けてほしいなと。うんうんうん。まあ、黒川もね、やっぱり攻撃がどちらかというと持ち味の選手だと思うんで、まあ今日は本当、クロス上げるシーンやったり、攻撃ドリブルで仕掛けていくシーンっていうのは、どうしても川崎相手ということで少なかったんですけど、まあ、次節以降どんどん攻撃でもっとより持ち味を出してもらって、いい活躍に期待してます、うん。まあ、ということで次節は広島戦になりますけど、はい、もう一回やったよな。そう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 、コロナ中断明け一発目のアウェーでスコアレス、そう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 、だから結構早い感覚でもう2試合目っていう感じやな。うん、まあ、広島は今日の試合ね、トスとの試合見てても手堅いのはもう十分伝わりますし、結局守備が堅いチームなんでね、またで同点取るかじゃないですか、ガンバは。まあ、これまでの感じでいくと1点勝負になりそうですね、お互い。なりそうですね。でね、ガンバまだリーグ再開してホームで得点ないんすよ。もちろん勝ちなし、ゼロ。俺は勝てないですし、良くないですよ、やっぱり。いくらね、無観客試合とはいえ、もうガンバのサポーター見てるわけですから。確かに。本当はね、ホームの試合を楽しみに、皆さん仕事やったり、いろいろ頑張ってる中で、無観客試合ね、大阪緊急事態延長になって、広島戦もレッズ戦も無観客なんですよ。うん。それを楽しみにしてた方もいると思うんでね、せめて、無観客になってリモートマッチになったんですけどね、結果でちょっと見せてもらいましょう。そうですね、そろそろ勝ってくれ、頑張。もう本当に、いや本当にね、ここからほんでしかも連戦続くんでね、もうちょっと一発勝って流れに乗っていかないと、残留争い巻き込まれちゃいます。巻き込まれてますもん試合数少ないこと言い訳にできんな、もうもうできんで飲むわ。とりあえずちょっと安心できる位置まで上がってくれ。いける、頑張れ。もう言うことない、もうほんまにこれ以上ゼロで負け続けたらもうレビュー動画言うことないんでと頼みます。頼む、マジでガンバ買ってくれ。では今日はここまで、皆さん一緒に応援していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。